すごいでしょ。二日酔いになっても頭痛くなんないってか、なったことがないってことがすごくない？いやマジマジ。睡眠とって昆布おにぎり食べた方がいい。あ、そうなの？知らない、見てないもん配信。雨降っただけで頭痛い。そんなのある？でも雨降った日とかなんか眠いってのはわかる。いてててててて、咳とか、自分のツンポコ暴露されてキーキー言ってたわ。ナイス押して寝ます。そうなの？あで、自分だって暴露するくせに何、私が言ったら発狂してたの？いやでもね、肩はめちゃくちゃ凝るんだよ。カヤクタルに振られて悔しくないのってか、あのそう思ってる人間がいることが悔しいんだよ。あのね、カヤクさんがどう思うと別にもうどうでもよくて、本当にそれを信じてる人がいるってことがムカついて仕方ない。いやラジオ楽なんだもん。楽なんですよラジオ。ラジオはちょっとね、あのあれだね、ナイスのあれ伸びが悪いのもわかるんだけど、なんで最近キツネなの？なんかキツネの方が楽かなって思ったんだけど。はあ、なんかそうなの？何、私ディスられてたの？なんで？どうして？カラオケ聞きたい。この前歌ったんだけどね、先週っていうか3日前かな。でもさ、カラオケで歌っててももうその歌飽きたとかしか言わないんだもん、みんな。でみんなディスるからなんかね、嫌になっていくんだよ。まいちゃんディスるやつは許せないね。ふわっち関心のツイート見てみて。てかなんかね、めちゃくちゃあの実はあの来ててね、リスナーさんからスクショめちゃくちゃ来るし、こう言ってたよとかね。ゆまるちゃんでしょ。なんで私がそんなことを言われなきゃいけないの？なぎしです、じゅんです。じゅんちゃんいらっしゃい。同じ歌しか歌わないからじゃん。あれは眉が悪いだろ。何が悪いの？私何悪いことしたの？火薬よっさん中村はやれないわ。いや、よっさんとかもめちゃくちゃ持ってるんだよね。前に投げたら都市に投げれるから無理。いや投げてないよ。ナイスを押したらサンシャイン度がアップします。ポジティブになるよ。ポジティブになる魔法をかけるね。中村無理。中村くんなんか病んでるよね。よっさんってだって七股してたからね。七股投げてたじゃん、眠りと年に。いやでもなんかあの投げるとそうやって言う人がいるからもう投げない。ノブしろ。いやだよ、懐かしいよ。つい最近のことだったのに毎日1000ナイス。でもねあれ疲れるんだよね。もう私もう燃え尽きちゃってるわけで、やっぱりそういうのって伝わるんだよ。売名だけでやらせるとかありえない。いやだからそれ言っとけど、売名だったらさ、あの配信中にやるしよとか、盗撮されたからね。それ誰のおかげなの？勘違いしてない？01のおかげだと思ってるよ。勘違いしてないよ。別に自分だけのって言ってないじゃん。あーうぜえ、寝ろよ。なんで深夜に起きてんの？深夜に起きてるとゴミだからね。え、ナイスナイス言われると聞いてる方も疲れるんだよね。ほんと深夜になるとあの態度が悪いよね。あの質、やっぱ深夜ってね質が悪いんだよ。
明日休みだもん。今日火曜日でしょ。ナイス、ありがとう。あ、ありがとうね。な、何言ってんの55号。歌舞伎おいでよ。なんかあれだよね、大阪盛り上がってるよね。でも大阪には住みたくないな。大阪って家賃も安いし、あのね、あれなんだろ、ありがとうクレープ。あのね、配信外でご飯行ってくるからごめん、配信はしないんだよ。おいしいフェニックスってどうなったの。いや、今月は疲れたし、今のがすごい怒ってた。今月は疲れたし、お家にいるんだよ。粘着してないしね、連絡取り合ってるわけでもないし。あ、花火ありがとう。あ、ありがとう。昨日もありがとうね。クソアマって言われてた。なんかさ、なんでそこまで言われなきゃいけないの。今現在マユ的に一番面白い配信者かやくさんでしょ。タイトルにしたことをでクソアマって、なんで救いたいって言っちゃいけないの。普通に客観的に見てかわいそうだなって思ったから言っただけなんだけど、なんでそれで暴言を吐かれないといけないの。かやくたるこれさして、眉がかやくたるくふれ、この前じゃ眉の負けだぞ。で、なんでか、あの、別に勝負してないもん、かやくさんと。で、私言っとくけど、そのブロックしたことに件についてって言ってるけど、あのね、私何もしてないのに私の悪口を言ってたのはどこのドイツだい。私別に何の話もしてないのに。でも私別にあのそれでブチ切れてブロックしたわけでもなくて、それで切れてってわけでもないけど、まあ、きっかけはなんか配信者とかにあの反社とか、あとなんか多分まゆちゃん敵視されてるから、そので粘着されたらちょっと危ないかもしれないからブロックした方がいいよって配信者の方とかに言われてブロックしたんだよ。うん、なんかめんどくさいもん。あの私何もしてないのにさ粘着してくるじゃん。あとはなんかナイスをね、誰かにまゆちゃんに勝てるやつに押してくださいとかね。私ブロックしてるのになんで私のナイス情報を知ってるのって、いちいちナイスのねホームページを開いて今まゆちゃんがここにいるとかチェックしてるってことでしょ。あのその粘着あのそういうとこなんだよね。だからブロックしてたんだけど、でもそれはあのなんつうの、感情論じゃないじゃん。うん、で救いたいって言ってたのは、まあ、客観的に見て感情論じゃないから救いたいってタイトルにしただけ。別にゆまるちゃんが嫌いとかで好きでもないけど、なんで粘着してくるの。であの別に一度はいいけど二度三度もそういうことがあると、あの、はいね、配信のネタにするんだったら、あの私のツイッターに固定欄あるから配信中でもいいから電話してきな。ね、なんか裏で言うんじゃなくて直接言ってきて、なんか思ってることだな。ね、意味がわからん。別にブロックって私だけじゃなくて配信者何人かブロックしてされてるからね、あなた。あの女で言うとさ、あの例えばさ浮気されたとするじゃん。え、救いたいって思ったのは別に本当だよ。だってかわいそうじゃん。救いたいって言われるんじゃ何もしてこねえじゃん。何もしてこねえじゃん。何かしてあげたらよかったの。いや私言ってたよ配信でも、ゆまるちゃんのこと責めないであげてとかね、悪いのはゼロワンだよとか言ってたからね。私なりに救ってたつもり。あの思ったことがあるんだったらもう言ってきて、めんどくさいから。クソアマとかね、そのナイスがね
道場でもらってただけでしょとか言うけど、あ、じゃあどうぞね、妊娠して中絶してで今道場が今集まってるんで、じゃあナイス1位お願いしますよ。じゃあね、私もし私だったら1ヶ月は1位取れるね。妊娠して中絶でしょ、確実に1ヶ月は引っ張るよ。うん、でもまあ別に私ナイスとか求めてないしとか言うだろうから、うん、じゃああなたがナイスを語るな。簡単に言うのよ。あのね、ゼロワンとか多分まあ養分とかそっちブレンの彼女元カノとかっていうのはめちゃくちゃ叩かれるし、めちゃくちゃ嫌われるし、あのこれね結構難しいんじゃないナイス1取んので。私はね去年も取ってるからね、ナイス1。あのね、簡単に言うけど、じゃああんたできるのってね、イベント1位なんてね、たった1人に投げてもらって1位になることなんて簡単じゃん。それと一緒にすんなよ、うん、そこまで言うんだったらあなたやってください、やってから私に言ってきて、うん、何言われてもあの何も思わない、聞かないんだよね、悔しくもないんだよ。発言やばい、最低なこと言ってる。いや、言われたことに関して言ってる。私はちなみに誹謗中傷はしてないからね。で、次言ってきたら私本人通報するし、でみんなもそれ聞いてたら通報しといて、言っとけど私誹謗中傷してないからね。もうね、もうみっともないんだって。なんで私がこういう言い合いをしね、ずっと我慢して言いたくないかっていうと、あのそれってね、元カノ同士がね、ゼロワンがね、元カノ同士が俺のために喧嘩してる、それがムカつくじゃん。いい加減気づいた方がいいよ。みっともないんだって。ゼロリス論点すり替えすぎじゃない？でも私そういうのもあのさ踏まえて、別に今ね、あの踏まえてさ言ってんのに かわいそうだなって確かに思ったからね。で実際リスナーさんとかにそのタイトルにつけてバカにしてるとか言ってるけど、いや本当に悪口言わないで開けてよって。だって男の方が悪くねって話してたよね。別に私ふざけてもないしね。くだらない、すごく。皆さんナイスください。バカにされたんで、バカにされたんでナイスください。うん、違う、ナイスをバカにしてるっていうか、まあとにかくなんか突っかかりたいんでしょ。あの多分心理学的に、そのだから女でいるじゃん、浮気されたらさ男じゃなくて女側を責めるタイプの人いるじゃん。で多分あの子、あの今回別れたのも あの女のせいだとか思ってるんだと思うよ。私何もしてないけど、あの女さえいなければみたいな。でそもそもあの私ゆまるちゃんと付き合ってた時にゼロワンから連絡来てたのね。で私そのゼロワンと付き合ってた時に、あのあ違う、そのリスナー使って連絡来てたじゃん。で同じことしてない、ゼロワンって、あのみーこちゃん使ってあのゆまるちゃん連絡取ってたみたいな。でも私そこで返さなかったの。でもあの子はさ、あの付き合いたいよとか自分で DM 送ってるからね、マユと付き合ってながら。だからどっちが泥棒猫なのって話。はい、ロンペてかね、言いかけに気づいた方がいいよ。男が悪いんだって。女同士でそんな言い合ってもしょうがないよね。いやもうどうでもいいよ。だからもうやめてね、いちいち話してくんので。何なん145号ゼロワンなんだけどさ、めんどくさいから、あの次言ってきたらさマジで本人通報するからね。で言いたいんで、そんなぐちぐち裏で言うんだったら私の LINE 追加して言ってきな。どうせ言えないんだろビビって、ドンパされちゃうから。前の方が口が強いから。
多分私が黙ってるから、多分あ、まゆちゃん言ってもいいのかなって多分思ったんだろうね。いやもういいよ、好感度とかどうだって。ゆまりちゃんそんなに弱くないよ。いや私口強いからね、口が立つから。いやね、ああいうタイプは攻めすぎちゃうと黙っちゃうタイプだからね。おばさんになんか言われたって一言で終わりそう。おばさんに逃げちゃいそう。おばさんって言ってもお前もおばさんになるんだよって話。いつかお前も何年後かその年じゃん。うん、多分それで まとめるんじゃない、おばさんって。うん、ありがとう。で皆さんのナイスくださいね。ちょ、最終日じゃねえや。いや一応やってるんだよ、一応配信するからには。ナイス。体調どう？あ、久しぶり、クレープありがとう。体調は良くなってきたけど、あ、ありがとう。体がだるいんだよ。ね、ちょっとしつこいからやめてくんない？ちょっと本当にコメント流れるからやめてくんない？いつも配信短い。でもね、昨日はね、4時間ぐらいやってるからね。ラジオだけど。よいしょ。いや別にいいけどさ、本当にね、粘着すんのやめてほしいんだよね。何もしてないんだから私。で別にさ、配信やってるからにはやっぱネタにされてもしょうがないよ。だってそれ前もネタにされてもしょうがないと思ってるよ。うん、それでなんか言われてもね、しょうがないじゃん。じゃあ配信やめるしかなくない？ネタにされたくないんだったら。ちょっともうやめてくんない？あ、ありがとう。花火ありがとう。私何なんだろう、なんか何なんだろうね。え、でも昨日さ、くるちゃんがディスって、まゆのことディスってたって言ってたのは嘘ハトでしょ。別に何したら聞くよとか、そのどうでもいいんだよ。そんなことどうでもいいんだけど。まゆが一番、あ、ありがとう。あ、ありがとう。最近いつも大花火くれる匿名ちゃん、ありがとう。女のカーター。まゆちゃんしか勝たん。あ、ありがとう。ありがとう、クール。ありがとうございます。久しぶりだね。160号さん。あ、ティナちゃんいらっしゃい。ドカさんじゃないよ。ドカの目さんは怒ってんじゃない？ティナちゃん怒ってたのにね、この前。この前ホストクラブ断ったらめちゃくちゃ早歩きでにらみつけて帰ってたの、ティナちゃん。火薬が前のことを本当に好きなんかもって配信出てたよ。今日も言ってたの。あ、ありがとう。お疲れ様、とぐめいさん。ありがとう。また言ってんの。そうそう、女同士争っても醜い争いだから、それはね。だから私スルーしてたんだけど、でも多分スルーすると多分毎回言ってくるんだろうなって思うから、うん、そろそろ通話しようかな、配信。火薬はもう一度抱きたい。まゆちゃん、いろんな人に粘着されるな。なんで粘着してくるの？なんで？別に、なんでそんな人に興味があるの？私そんな興味ないんだけど、人に。ありがとう。救いたいってタイトルが原因だから、それ別に事実で、私かばってたからね。なんか勝手になんか逆ギレされても困るんだけど、実際に私かばってね、リスナーさんに、ゆまりちゃんの悪口は言わないであげてって言ってたのも怒られてるってこと。めんどくさいんで。いや、なんか別にそこで怒ってるとかじゃないんだと思うよ。とにかく当たりたいんでしょ、私に。多分あの女のせいでこんなにうまくいってないとか、多分そういう風に考えてんだよ。だって私マルコさんと一緒とか言われて全然違うからね。だから男は悪くないって思うタイプで、女が悪いみたいな、その考えどうなの。ありがとう。
あ、知ってたんだ、160。いや、マジでそうだよ。だって普通に考えてみなよ。まあでもぶっちゃけ言うと、まあ男が悪いけど、でも女にも問題があるからね、そこは、うん、だって中出しをOK 出しちゃったわけでしょ。それで辛い、死にたいって言ってたってしょうがないけどね。じゃあ許可しなきゃよかったじゃん、うん、どっちも悪いよ。まあでも相手が好きっていう気持ちを分かってて、あえてその何セフレ関係になってた男もやばいよね。セフレと女心をもてあそんだっていうね、うん、いや私ちょっかいとか出してないし、てか何もしてないんだよ。マユは別に、だからマユは何被害者面なんて一回もしたことない。そういうところがじゃああれなんだろうね、男友達ぐらいしか。だから あれじゃん、女にはこう結構辛口対応でさ、男には優しいタイプなんでしょ、なんか見てる感じ。